うしようなメールのところで行くか。何だったっけ、その書き出しをするときに、4K で書き出しをしてるんですよね。で、その 4K で、書き出しをすると、なんて言うんだろうかな、当然その書き出しをするときに、解像度の低いデータですね、要は。だと容量もちっちゃくなって、書き出しもやっぱ早くなるんですよね。それだけ処理に時間かからなくなりますから。ところが、書き出しをするよっていう、時に、その、やっぱ容量が大きいと大変かなっていうのがあるんですけど、で、何だったっけ、50前のところ、ちょっとまでおばあばあとったんでね。話がちょっと飛びになっとったけど、その書き出しに、なぜか、4K のモードが時間が3倍くらいかかるんですよね。なんなんだろうな、ね、同じ出力の、その、DPI とか知らないとか、FPI か、FPS とか知らない、あったりするんですけど、その値の出力が、すごく時間がかかる。だから10分の動画を出力するのに30分以上かかるんですよね。これがね、横動画だと10分の動画を出力するのは早いと5分かからないんですよ。だからめちゃくちゃその差があってね、細かい設定とかしてあるやつでも横動画だったら、まあ、基本的に10分の動画で10分ぐらいで出力が完了できるんですけどね。っていうことなので、これが結構時間がかかるので、結構、それで、出力に時間がかかる分、一気にアップロード、休みの日とかとか投稿するのがちょっと難しいかと、それ。っていうのがあったんですよね。で、もう一つが、TikTok のここの対応ですよね。これが思った以上に大変だったっていうのがあります。っていうのは、TikTok、YouTube の使ってるフリー音楽のやつ、使ってるんですけど、これはニコ動だと問題なく使えるんですけど、TikTok はなんか自動的にね、無音化しちゃうんですよね。その、うちらの声も含めて全部無音化しちゃうっていう、機能が備わってるもんで。なんで TikTok は TikTok で、別で、BGM を抜いた状態で、作らないといけないというので、抜いて作ると、その4倍かかるよって言ってたのを、さらに4倍かかるんですよね。なのでね、これがね、まあ BGM のオンオフ自体はね、簡単にできるんで、いいんですけど、出力を2回やらないといけなくなったんで、これがね、まあまあ大変だったんだということですね。大変だなということです。なんで、TikTok のロングが、そこまでするとなかなか大変だねっていうところなんですよね。で、TikTok 自体は、それのアップロードしたやつに、音楽を合わせることができるんですけど、ただそれがどちらかというと1分以内の音楽とかで作るやつが前提なんで、ロングのやつだと結局最初の方だけしか流れないとかいうような仕様になっちゃって、なかなかうまくいかないなぁと。で、その設定もいちいち聞くでとか毎回毎回やるときには結構大変でね。だからこれ難しいなぁ。
いうことだったんですよね。いろいろと出てきますね、やっぱし。で、さらにもうちょっと言うと、三つ目が、まあ結構、塩津さんからもね、コメントをいただいてましたけど、パソコンで見てる人から来てるんでしょうね。パソコンからだとまだ見にくいと。で、特にニコニコ動画、縦動画の対応がまだ見たいようなんで、全部横動画のあれになっちゃうんで、めちゃくちゃちっちゃくなっちゃうんですよね。うん。スマホで、ブラウザで見ても縦の企画になってないんで、横でちっちゃく出ちゃうんですよね。うん。なのでね、そこもね、なかなか、うん、不安なところで。で、あれパソコンとか、あとはそのテレビでね、映して見てる方からすると、縦なんで、まあ、見にくいと、いうところがね、かなり難点として上がってきましたね。うん、まあ、そこととしてはね、その、時間かかったりとか、編集で、本当に順序かかるっていうかね。で、さらに、もう一つ問題なのが、縦動画のロングのやつで、結構その、最初のテロップとかいろいろ入ってると思うんですけど、実は、それの編集画面が、パワーディエディター大きく変わって、昔はそこのところを拡大して、文字の編集ができたんですよ。それが文字が別窓のところにね、文字情報を入力できるようになったよっていうのができた代わりに、その直接画面の拡大ができなくなっちゃったんで、めっちゃちっちゃいところでその文字の選択をしないと来たくなっちゃったんで、それがね、すんごい見にくくて、かなり今手こずってますね。他にもいろいろと仕様変更があって、頭出しとかが難しくなったよって話とかいろいろしたんですけど、その辺はね、一回アップデートが入ってだいぶ改善されました。これ多分あれは普通来たんでしょうね、さすがに。うん、頭出し用の、カーソルができましたね、とかがあったんで、それはだいぶ良くなったの。だったら、マークショーキーの、ショートカットがだいぶ減っちゃったので、それはね、ちょっとやっぱ、使いにくいままなんですけどね、ファンクションキーでね、そのあたりの割り当てをバンバンやる人からしてみると、ちょっと厳しいのかなっていう。